時刻は12時31分になりました。沖縄の支援を紹介しつなぐ架け橋沖縄。今日のゲストは一般社団法人沖縄ダルクから代表理事の佐藤さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。ありがとうございます。早速なんですが沖縄ダルクという団体の活動内容について教えてください。はい、えー、沖縄ダルクはですね薬物依存症アルコール依存症、えー、それからギャンブル依存症の えーまあ、リハビリをするためにあります、民間の、えー、施設でありますありがとうございます、いろんな依存症があるわけなんですけれども、はい、やっぱりその、えー、リハビリっていうものが必要なんですよねあの依存症って、一応病気だっていうふうに考えられてますね、うん、これは WHO も病気として定義してますけれども、うん、まあ病気ですから、治療しなければならないってことですよね。で、はい、ですから、まあ、意思と根性で で、例えばお酒をやめるというわけではなくて、脳の病気ということですので、うん、それにはやっぱりリハビリが必要だということですね。そうですよね。はい、この辺の、まあ、今とても大事なことをおっしゃっていただいたんですけど、この辺の理解もやっぱり心が弱いから、お前は依存症なんだとかね。うん、あの、だからもっと気合入れろとか、根性入れろみたいなことって、やっぱあったりとかするんだけど、そうじゃなくて。 本当 w h o も言ってる通りというか。まあ医学的に見ても病気なんだっていうことなんですよね。うん、で、その病気を治療するというか、そのまあリハビリか。リハビリのために。 えこうダルクっていうの活動されていて、どんなリハビリ、内容なんでしょうかまあリハビリって言い出したのも、実はあのダルクの外側の人でして、僕たちはリハビリっていう、あ,あんまり意識がなかったんですけども、ただ、何をやってるかというと、とりあえず話すっていうことですね、ミーティングって呼ばれるものが、リハビリのプログラムの軸となってるんですけども。 まあこれは円になって車座のようになってね、はい、でその日テーマがあるんですけどもそのテーマに沿って自分の過去の話をしたりですとか今後の自分をどう変えていきたいからとかそういったこう経験を分かち合うようなこれはミーティングなんですけどもこれが,基本はいこれがもう全国90か所ぐらい今だるくあるんですけども、はい。 このプログラムは共通して行っていると思いますね。そうなんですよね。沖縄ダルクっていうことで全国にもダルクはあって、全国でそういうそういった活動されているってことですね。九十カ所もあるんですね。ただですね、正確な数誰も把握してなくて、要はね、要はこれ別法人なんですよ全部。あ、ノレンのれんわけといっだから、施設所のカラーでやってること全く違うんです。面白い、面白いですよね。そんなのってあるんだ。だでもダルクって名前はみんな感じていて。 そうだからこれ、何がいいかというと要はね回復とか依存症とかって形が決まってないんですよ、その人が生きてきた結果ですから、ですからいろんなダルクがあっていいと思うんですよね、うんうん、その人に合う合わないがあると思いますから、人もあるし、まあ、地域性とかもあったりとかいろ、ね、んなのが入り組んでるとか、でも面白いですね、はい、その乗れ分けっていう、なんか本当にいろんなところで、うん、でも、だるくって名前はみんな持ってるで多分その根幹にある部分は、 あの同じ気持ちだとは思うんですけどす、ね、やり方がいろいろあるってことなんですね九、はい、90箇所あってで今政治的な数は <laughs> 把握していないけど <laughs> すごい増え続けているみたいななんか80とかいう人もいるんですけど <laughs> 90が多いんで今のところ <laughs>、えー、90カ所って言っておこうかなと思うでもみんなでなんか集まったりとか、あのー、そういうのもあるんですよねフォーラムとか集まりみたいなそうですねあのダルクが加盟しているこう会もあるんですよ、はいあのー、その会の定例会が毎年あるので、はい、そこで大体来ます、はい d ダルクと、あとマックって言ってね、これはアルコール専門の美白美術んですけども、ダルクマックの会ってあって、これで集まる、ちなみに今年沖縄であるんですけどもね、そうなんだ、今年ダルクマックの会っていうのが、そうです、JCCA っていうんですけども、この会が沖縄でありますね、そうなんだどれぐらい集まるんですか全国から100名でも満たないですかね、来ないところもあるので。 まあ100名ぐらい集まりますかねいつもねあ<ー>、はいあの,あのなんだろうその、まあ、いろんなところでじゃ活動もあるってことはそこで集まったりとかするといろんな意見交換とかもして高め合ったりとかもするのかな、うん、そうですね、うん、あのそんなダルクなんですけれども、まあ、話いっぱい聞いていきたいことあるんですが佐藤さんのでもいいんですけど、はい、このあ沖縄ダルクがじゃ始まったきっかけとか佐藤さんが あのそういうふうに関わろうと思ったきっかけだとか、こういう活動してるきっかけっていうのは始まりの部分を教えていただけたら。あのダルクの特徴でもあるんですけども、あの当事者要はその依存症の当事者が職員になって、はいえー、なるっていうような特徴があるんですね。僕自身も薬物の問題があって、<ー>15年前に沖縄に、はい。 助けけを求めに来たわけですす北海道から来たんですけど、ね、<ー>でまあ僕も助けられたんで普通に誰かがたもう、ね、手助けしてあげないと、うん、ま自分の回復がこの保ち続けられないっていうのがダルクの伝統であるんですよ自分がもらった回復は誰かに分け与えていかないと、はい、それを保ちすることができない<ー>でそれがもう自然と頭の中に入ってきて、はい、じゃあ自分が何をやるべきかって言ったら。 まあまあまあ、新しい仲間の手助けをしていくこと、うん、まあこれ回復のなんでかなリレーとかバトンをつなぐとかって言ったりするんですけど。 そんな志高かったわけじゃないんですけども、はい、まあ自分がやっぱり、ね、い生き延びていくためには誰かを助けていかなきゃいけないっていうねちょっと哲学っぽい話もある、はい、んですけどももそ,そういう思いってとても大事だと思うんですごい興味深いなルク、うん、自体がそういう始まりですからやっぱり働いてる職員もそういう気持ちでですよね。はい、そうなんだ、はい、えというか15年前だったんですね。僕14年前に こっちホームレスで僕も助けられてあじゃ同じあ同じ時期なんですね同じ時期ですね面白いですね同時期ですねで同じ東東東北ですよねそうそうそう北海僕は秋田で北海道なんですね北から南にやってきてバトンをつなぐってのもすごいあのわかりやすいですね自分のためでもあるし相相手のためでもこの繋いでいくっていうところでもはいそういう思いとか思想とか そういういのってあの自分も支援を受けながら感じていったりとか教えてもともとダルクがそういう場所だったんですよ、<ー>新しく来た仲間すごい歓迎されて構造でいうと逆三角形なんですね、一番新しい人が一番偉いんですよ、<ー>で僕代表ですから一番下っ端なんですよね、<ー>構造こう逆三角形の図がダルクにあって、うん、だから、そういうもともと前提があったんですね。 だからそこに入賞したんで自然とそういう風になっていくっていうかうへ考え方がそうなっていきますよねすごい面白いですよね逆三角形って <うん S 1> でもリーダーとボスの違いだよね。 ボスって一番上にいるけどリーダーって一番下にいると思うんだよねみんなを支えるっていうかなんかそういう雰囲気をすごく感じるって逆三角え来たらじゃあ一番偉いん一番偉いです布団が引いてあって乾燥機かけてあって初日ですよ布団用意してから誰かかかけてくれてるわけですねで1か月間はお客さん扱いで何もしなくていいからただ慣れてくださいってやっぱり傷んでくるんですよ 気持ちが心もうん、うん、人としばらく話してない人もいますからそうだよなだらすごくこうそこでほど,けあのほどいてくれるっていうかね、うん、だからあの、まあ、そういう目的もあるんだと思うんですけどそもそもがそか入り口の時はま,まともに話ができるかとかいろいろ傷ついてきてる場合もあるしそう,です、ね、そういうことなんだ、はい、だからでもでみんな気持ちわかるわけだもちろん当,当事者ですから、ね、当事者たちだから おようこそっていう気持ちもありながら分かるよって感じでいるんだろうなそうですね、はい、うわすごい、いいですね。はい、沖縄ではどれくらいというか、いくつぐらいその施設があるんですか拠点が3カ所ありまして、はい、宜野湾市と沖縄市と、近所ですね、宜野湾市で補足してるんですけども誰、沖縄だるねは、入居のホームが13カ所かな、はい、ありますね。お<ー>はい ギノワンのはよくあの見見るんですけどね、うん、通りからね焼肉屋さんの隣ああ,あ,あそこは旧ダルクですね<え><あ>もうあそこいないんですかあ,あそこは今ちょっと B 型収録継続中の B 型の作業所あまあダルクの,の中の B 型ですけども本部は大ージャなのに飛行してます僕あの時あの場所にある時って 隣があんな美味しそうな焼肉屋さんだったらもうずっとお腹空いちゃうじゃんって思ってたんですよ結構行きますね行くんだなんか打ち上げとか絶対そうですいい位置に焼肉屋さんがあるなって駐車場目標ですからねみんなで行きやすいっていうのそうなんですよあもう本部違うところにあるんですねそうですねそうだったんとそれでですね今のいろいろあって15年前から来てっていうのが話分かったんですけど まあダルクとしてでもいいですし、佐藤さんでのとしてでもいいんですが、今の夢とか目標みたいなことってありますか。そうですね、難しいんですけど、まあ依存症の一つ生き辛さっていう見方ができると思うんですね、うん。そういう人たちは特に依存症の問題ってあのー。 相相談談でできななないいいんですよなかなかか、うん、しづらうそれは多分日本の社会があのやっぱりちょっと誤解があったりするからだと思うんですけども、はい、依存症っていう病気そうですよ成人疾患とかでもそうですよね、うん、あのやっぱりどっかで誤解があったり偏見があったりすると思うんで、うんまあ、そういう人たちが何て言うのかな助けを求められるような、うん、あのそういうなんていうかな地域を作るというかうん、うん、地域を耕すじゃないですけど。うん まあ、そういうところを目指していきたいなとは思ってますね。ほんと大事なことですよね。声すらあげられぬというか、助けてすら言えぬみたいな。助けてって言ったところで理解してもらえなくてとかってそういうなってくると塞ぎ込んでしまう。というか、う解決にも向かえないというか。うんでも本当そういう地域だったら。 打力を通してあの佐藤さん自身ももともと依存症だったということから解決されてっていうふうに言ったようにまあ僕自身もホームレスからっていうのもあったってそれってでも全部僕も毎度言ってるんですけど自分がめちゃくちゃ頑張ったとか努力したってうよりもう差し伸べられた手が多かっただけであの上に上がれたっていうかあの引っ張ってもらえたっていう感覚に近いのでだから差し伸べてくれるような地域じゃないと厳しいっていうか難しいよなって本当に思うんですよね、うん。 えー、いい夢だなというふうに思います。今課題だと思ってることだとか、あ,あのみんなに知ってほしいことってありますか。そうですね。あ先ほどとつながると思、まあつながるんですけども、薬物依存とかね、はい、まあ沖縄とアルコール依存かなり深刻な問題なんですけども、あ,あそうなんですね。そうですね。うん、で、やっぱり依存症に対してのレッテル あるんですよ固定観念というかそういったものが実はあってこれはもしかしたらメディアが作り出してるかもしれないし日本の法律が作り出してるかもしれないですね特に違法薬物なんていうのは偏見が生み出すような法律になってますよね病気っていう目線があまりないんで刑罰を与えるじゃないですか特に覚醒剤とかですねそれがメディアを取り上げてちょっとあんまりいい報道の仕方しないとなるとお茶の間の皆さんに 依存症恐ろしいとかね、うん、とんでもない犯罪者って見方されるんで、うん、まあそういった日本の仕組みが、依存症に対しての治療をね、なんというのかな、積極的になる要素を奪ってってるような感じがするんですよね<ー>。ですから、その辺がやっぱりちょっとメディアの在り方、最近変わってきてるんですけども、病気だっていうことを結構コメンテーターの人言ってくれたりするんで、ガイドラインができたりもして、 してるのでそれの影響もあると思うんですけども、うん、まあ、はい、その辺がちょっとやっぱりまだ問題かなとは思ってますよねそうなんだこれが課題ということで、はい、沖縄の全国的に比べて沖縄の特徴っていうかであるんですかていうかそもそも沖縄に来る人もいますよね治療審理県外から来る人もやっぱりそれは土地の力というか、うん、どうせだるく行くなら沖縄はいいかなみたいな感じ <laughs> それも,もありますよね、うん、あるし、うん 沖縄は特別やっぱアルコール問題が多い。そうですね。地元の方の相談の９割はもうアルコールです。ああ、やっぱそうなんだ。最近ねタイマーがちょっとトレンドっていうか、言い方していいかわかんないですけど、若年層のタイマー結構相談多いですけど、ああ、あのう、これちょっと話題になってたね。ニュースなってましたよね。ええ、まただやっぱアルコールが圧倒的にあのもうすごいやっぱちょっと県外とは違う、はい、本土とは違う事情かなと思いますね。そっか。 アルコールがあってと特にあるんですね。はい。そうした場合もやっぱりさっき言ったミーティングとか生活を通しながらっていうことになるんですか。そうですね。基本であるくの支援って生活支援なんですよ。うん、あのミーティングというのはごく一部であって、はい、あのまあ、一緒に食事も生活して、うん、そこであの薬とかアルコール飲まない。はい 生活に価値を見いだしていくということをやってるので大変ですよ、全部支援します、役所の手続きですとか病院とかもそうだし、そうだよね管理とかもちろんありますお薬の管理とかもやりますし、あと僕自身、ソーシャルワーカーですから制度につなげたりだとか新たな制度を作り出すためにいろんな働きかけしたりだとかそううだよねも全部やってあげるんだもんね。 やって、まあ、多分、他にはあまりないかもしれないですね、こういう施設は。基本サービス使うじゃないですか。介介護サービスとか、それを一体的に全部やるので。こっそりお酒飲んだら、どうするんです。かまあ、話を聞きます。何で飲んじゃったの。そうだよね。依存ですから。怒ってもしょうがないもん。ね飲む病気ですからね。病気ってこと、をそこで怒ったら、もう、忘れちゃってるもんね。まあ、そうですね。そうなんだ。薬とかも、一応あるんですよね、お酒の。 お酒を飲まないくてか飲んだら具合が悪くなるような薬とかまあこう取剤といって、はいえー、あ,あります、えー、ただまあそれは解決はその表面上だけというかやっぱりお酒やめてくってなると、はい、生き方を変えるとかってそういう結構深いもう何て言うかなうか、ね、問題にな,なってきますから根本的なそうですね、うん、会話とか対話なんですねもちろんそうだと思いますね、うん、ありがとうございます、はいえー、今日こうして、まあ、ダルクのお話を聞いてリスナーの皆さんの中であそういう そういうことなんだとか、あのー、目から鱗というか知らなかったっていう人がえもしじゃあ協力したいと思ったとき人でも物でもお金でも何でもいいんですけど沖縄ダルクさんってそういうなんか協力とか、えー、物資の支援とかって求めてたりすするんですか物資の支援も求めてはいるんですけどそ一番求めてるのは、ね、物件なんですよなぜ<件>かというとダルクっていうと貸してくれないですねそうだよねそうだよねわ <laughs> <laughs>、うん、かるめ <laughs> っちゃかる結<局>、うん もう建てるとかしかないんですよ、方法が土地買うとか、<laughs> うん、だからコストがかなりかかるんですね、そうなると物件か、物件貸してくれる人いたら、はい、非常にこう助かりますね <laughs> 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 本当だ、それ、そうですね、理解がないと貸してくれないですよね、そうですし、やっぱり僕ら、活動の場所がないと、うんあの、やっぱり回復に比例すると思うんですよ、本当だ。うん そもそも箱がなきゃ何もできない。何もできないし、やっぱり社会の中で受け皿がないと僕らやってる意味がないっていうか、うん。<laughs> 結局社会に戻ってきますからね。誰か国でも。じゃあ物件があればそういった活動も広げることができるし、はい、そうですね。うん、あのそれが一番困っていることなんだって思います、ね。はいはい、もし。 局長とか不動産王なんですけど、そうですかぜひぜひ貸してあげたらいいやんって、どこら辺の地域で探してるんですか、中南部なんですけど、中南部で、もし物件がっていうので、本当に真剣な問題ですよね、建物を借りるというか、物件があれば活動がまたできると、これはみんなで共同生活するんですよね、同じグループホームのような、ご飯も一緒に食べて、そうですよね。 はいというわけでそういったことを求めているそうです。もし、えー、そういった時なんか連絡先などはまあ、沖縄ダルクと検索したらいいですかね。そうですね。ホームページに出てきますのでご、えー、連絡いただけたら嬉しいですね。はい。沖縄ダルクと検索したらすぐホームページ出ますのでぜひ、はい、ともそちらの方を見て、えー、協力したい、力になりたいという方はですね連絡していただければというふうに思います。はいえー、最後に。 あのリスナーの皆さんに伝えたいことなどありますすか、はい、そうですね依存症問題、あの相談あのする勇気もかなり必要だと思うんですけれども、沖縄ダルクはね、さっきも言いましたけど、その当事者の集まりですから、はいあの、お気軽に相談していただけたらなと思います、うん、そうですね、失礼しましたあの、支援したい人側じゃなくて、自分が今、そういうので困っていてっていう人もいるはずですから、もしその中で、えー、ラジオを聴いていて、 困っていたらぜひ相談していただければ、はい、ということですね、はい、はい。ありがとうございます,いますホームページがすごい分かりやすくてぜひホームページ見ていただけたらと思いますね、はい、はい。あと寄付などもお願いしているそうですよね、はい、こちらの方も寄付の方も見れますのでぜひ、はい、ともよろしくお願いいたします、はいはい、今日は、えー、沖縄の支援を紹介するつなぐ駆け足沖縄からゲストで一般社団法人沖縄ダルクの佐藤さんに来ていただきました今日はありがとうございますはい、はい、どうもありがとうございました